アルゴスです。私にできないあったら嬉しいサービスを作り出せる力のある人へ託したい。今回は個人経営型のサロンに新しい物流提案をしたいと思っています。個人がフリーランスでサロンを自宅で経営している、サロンを運営している方が多くいますが、彼ら、彼女たちは自分自身や知人一人くらいをアルバイトに雇い、汗をかきながらキット作りをしたり、物作りをして梱包して全国のファンの方々や会員様たちにお届けをしています。そこでサロン経営者は思うわけです。これ、どこぞかの物流会社が個人向けに代理してくれないかなと。それと同時にこうも思うわけです。繁忙期だけ、一人か二人くらいの人で、効率悪すぎてサービスとして成り立たないよね、存在しないよねと。はい、ここでストップ。これは立派な需要です。誰かこの需要を逃さないで。確かに小規模な需要かもしれません。でもこれを全国的に行えばきっと大きな利益に広げられます。どこかの宅配会社だって、初めは利益が出てなかったけど、そのサービスを全国規模にネットワークで広げてきたからこそ、多くの収益を上げることができるようになった。さあ、どうぞこのアイデアを現実に変えてください。世界のサービスレベルを上げていってやりましょう。明日はなんと大晦日です。さぞ、時間に変わりますかね。